千住の前、江戸時代、全県古日より、が、菊池要塞千住の前から文治4年4月25日は、平安時代末期の女性。平家物語によると、駿河国主古市長者の娘。ただし、平家物語や、東鏡は、鉄像部分も多いため実在については怪しまれている。千住は、源頼朝の官女となり、後に、北条まっさ付きの女房となった。 温和な性格の女性だった。樹英3年3月27日、一の谷の戦いで捕虜になった、平重平が、伊豆国府に到着した。重平は、平の清盛の五男で、肖像位中将の位を持つ貴人であるが、実証4年に、んとへ攻め込み降伏時、東大寺を焼き尽くした、んと焼き討ちを行った大将であった。翌28日、茂平と対面した頼朝が、 陰の怒りを慰めるため、まったなき父の仇を討つために挙兵し、兵士を退治でき、こうしてあなたと対面できたことは喜ばしいことだ。いずれは、宗盛殿とも対面できるでしょうというと、茂平は、そもそも元兵は共に朝廷を守護するものであった。ところが近年は平家のみが朝廷を守護することになり、24年の映画を極めたるに、今はうんつきてこうして捕らえられました。武家である以上は、 敵の手にかかって命を落とすのは恥ではない。すぐにこの首を跳ねていただきたいと堂々と言い放った。頼朝は、重平の器量に感服して、丁重に偶することとし、かの宗重に預けることになった。4月8日に重平は、鎌倉に移され、御所内に一室を与えられた。4月20日、目浴を許され、夜になると、頼朝の計らいで、藤原国道、 工藤スケツネそして、感女の千術が使わされ、連れ連れを慰めるために縁が催された。スケツネが鼓を打ち、千術が琵琶を弾き、茂平が横笛を吹いた。画学の五条落を吹くと、茂平は、自分は快感された身だから構成学というのだとしゃれた。また、すめらしを急を吹くと、王上急を急ぐのだと強じた。夜が更けて、千術たちが帰ろうとすると、 重平はこれを引き止めて、酒好きを進めさせ、漏洩し、関数愛の孤児を引いて、職が暗くなるのは具美人の涙。夜が吹けるのは、四面疎の声さといった。翌日、国道は頼朝に、縁の様子を、芸能、言動ともにとても優れた方でしたと報告した。頼朝は、世間体をはばかって縁に同席しなかったのを悔いた。頼朝は千住に、役の着物を持たせて、 重平のもとへ使いさせ、助ケに田舎の女も良いものですよと伝えさせた。こうして、千住は、旅衆の重平に仕えることになった。重平と千住との生活は長くは続かず、壇の裏の戦いで、平家が滅亡した後の現略2年6月9日、重平はなは、南都大衆の強い要求により、引き渡されることになり、鎌倉を去った。同月23日、重平は、 傷川にて斬首された。その3年後の文治4年4月22日、政子の女房として仕えていた千士は失神し、しばらくして蘇生するが、3日後の25日にわずか24歳で死去した。鎌倉の人々は、千士が亡き重平を朝夕連母し、その嘆きが積み重なって、病になったのだろうと噂した。平家物語では、千士は出家して、品の国前工事に入り、 重平の菩提を弔っている。鎌倉での重平と千住との関わりは、平家物語の一節になっており、これをもとに、脳の演目に重平と千住の一様を描く、千住がある。また、静岡市駿河区主、古史の少々精神社には、千住の像がある。ありがとうございます。